こはもうなかなかもうこの座で終わってやっぱ違うのかいや、これが初めてでも少しはこれ当たるよ、ね、あれ本当だあれ随分違いますね、はい、では時間になりましたので2016年第1回目のストップ TPP 官邸前アクションを開催したいと思います。よろしくお願いします。今日は司会をしてさせていただきます。 TPP って何のよしこです。よろしくお願いします。まず、一番最初にですね、今回からですね、呼びかけ人が何か増えましたので、そちらの方から、スピーチをお願いしたいと思います。で最初のスピーチをお願いします。TPP に反対する弁護士ネットワークの中野和子さんです。よろしくお願いします。新年明けましておめでとうございます。新年早々国会も始まりました。私たちもこの TPP の反対の運動、大いに盛り上げていきたいと思います。呼びかけ人の一人でもあります弁護士の中野です。急にですね、TPP の効果が 13.6 兆円ですか、どんな計算してくれたのかなっていうふうに思っております。ただ私たちが一番考えなければいけないのは、この国の農業、この国の農業が安全な食料をちゃんと十分に私たちに供給してくれること、これが守られるかどうかだと思います。食の安全は私たち生きていくもの、消費者の私たちの切なる願いです。これを崩されないことが何よりも大事、それがこの TPP では脅かされようとしている、このように考えております。またですね、この国の経済やそれから社会政策のあり方ですね、これをこの TPP という条約によって制約されてしまう、ここがこの TPP の大きな問題であり、そして紛争解決に関しても日本の裁判所ではなくて、他のところで、勝手に、仲裁ですね、いろいろ外務省の方で、弁明をしておられるようですけれども、この仲裁という第1回しか裁判というものをしない、このシステムでは私たち日本国民の権利は守られない、そのように考えております。何しろ日本文が成文にならない、このような条約ですから、私たちの十分な意思、こういうものが反映されるような仲裁が行われると全く考えられない、このように思います。ですから、いろんな分野でいろんなこれから訴えがあると思いますけれども、弁護士として、このような問題については絶対許せないということで、TPP 反対の声を盛り上げていきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。12月 の、 最初の頃に甘利大臣がスピーチするっていう講演会に行ってきたんですけど、甘利大臣は今試算中ですと、で、いろんな好循環を考えた資産を出すって言ってますって言ってました。なので、すごくたくさんいくだろうなとか思ってたら、やっぱり13兆円超えてたということです。ただ資産をよく見ると分かるんですけど、悪循環も起こりうると書いてありますので、皆さんしっかりそこを追求していきたいと言ってください。よろしくお願いします。そしたらですね、今日はまあ暖かくてよかったんですけど、でも燃えていきましょうということで、コールをお願いします。じゃあ自己紹介お願いします。はい、私はですね、郵政の職場で働く仲間方で作っております郵政産業労働者ユニオン、郵政ユニオンのホストマンと申します。明けましておめでとうございます。いやー、ほんと年末は政府の愚策のマイナンバーと年賀が重なり合って大変でございました。さて、私たちここに集まった皆さんもそうなんですけれども、なぜ TPP に反対するのか。それは真っ当に働き、真っ当に生きたい、その思いではないでしょうか。私たち郵便屋はですね、たとえその
どんな天候の時でもできるだけ郵便物を配るようにします。大雪の時、私たちの仲間はですね、腰まで雪に浸かりながら一通一通のハガキを配るわけですよ。皆さんも同じような仕事をしの態度の心がけで仕事をされていると思います。こういう暮らしを、まっとうな生活を壊されたくない。しかもですね、 TPP を推進しようという者たちのありさまはどうなんですか。真面目じゃないですよね。選挙公約を破って何とも思わない、国会決議を無視しても何とも思わない、その上ですね、精査をすると言いながら TPP の大筋合意の内容をですね、全部公開するのはともかく10分の1にも満たない、それしか公開しない。その上、甘い見通しをとってこんなに儲かるんだよと平然と嘘をつく、そんな奴らに私たちの生活を、職場を、そして子供たちの未来を壊されてはたまったもんじゃありません。今年こそ TPP をぶっ潰す年にしましょう。では今年の初めての行動行きますんで、よろしくお願いします。できまーす。暮らしを壊す TPP はいらない。暮らしを壊す TPP はいらない。農業を潰す TPP はいらない。農業を潰す TPP はいらない。食の安全壊す TPP はいらない。食の安全壊す TPP はいらない。医療を潰す TPP はいらない。医療を潰す TPP はいらない。未来を奪うTPP はいらない。未来を奪う TPP はいらない。 TPP より震災復興。 TPP より暮らしが大事。 TPP より暮らしが大事。さよなら TPP。 さよなら TPP。 さよなら TPP。嘘つきインチキ自民党。嘘つきインチキ自民党。選挙公約どこ行った。ペテン師詐欺師の安倍晋三。ペテン師詐欺師の安倍晋三。国会決議はどこ行った。国会決議はどこ行った。TPP はいらない。未来が大事。 TPP はいらない。TPP はいらない。地域が大事。 TPP はいらない。地域が大事。 TPP を止めよう。 TPP を止めよう。 TPP を止めよう。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 さあ、みんなの力でTPP をぶっ潰しましょう。はい、ありがとうございました。TPP はぶっ潰せるのかっていう話なんですけど、まあ今やっぱり皆さんご存知と思いますけど、 TPP っていうのは今アメリカの議会にかかってるんじゃないかというふうに思ってらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、今ちょっとアメリカの議会がどのようになってるかちょろっと言っておきますとですね、
まあ、その報道で言われているようにハッチ議員とかマコネル議員とかがTPP に反対と言ってますけど、あれは多分嘘です。で、なんとか、まあ、ごねればなんとかもうちょっと欲張れるんじゃないかと思ってるだけですね。だけど彼らだけじゃなくって本気で反対している議員もいます。で、例えば歳入委員会っていう貿易委員会なので、下院の貿易委員会なので相当重要な委員会なんですけど、そこのトム・リード議員っていうのが去年ですね、 TPP に反対するって宣言しました。その人は TPP 法案に賛成をした人なんですね。でも反対って言ってます。で、今その歳入委員会の方では、一つ一つの項目についてちゃんと精査して、ちゃんと しっかりした TPP になってるかっていうことを調べています。で、2月4日に署名が行われるのではないかと皆さん耳の伝わっているかと思いますけれども、それがなくなったという噂はまだ来ていないのですが、その90日間でまだ議会が きっちり見れられないっていう声も上がっていて、その場合にはその90日経った2月3日の次の日の2月4日よりも遅くしないとダメだよって言われる可能性もあると思います。で、日本はその4日まで出てこないって言われているんですけれども、そんなことを言わないで、まあ、例えば山本太郎議員がね、ISD 条項についての訳したりとか、私たちの TPP って何の方でもいろんな日米平行協議のこととか、あとは医療品とか医薬品に関することとか、いろいろ翻訳したり解説したりしてますので、皆さんも自分の自力で頑張るしかないんですけど、頑張りましょう。そしたら止められる可能性もあります。はい、それではですね、次にですね、こちらも新しい呼びかけ人の、中野智香子さん、日本医療連中央執行委員長の、中野さん、中野さんが続いてますけどもよろしくお願いします。皆さんこんばんは。ただいま紹介いただきました日本医療連の中央執行委員長の中野と申します。私は出身が新潟県で、こんなにすくすく育ったのは新潟の美味しいお米とお水とそれから日本酒、そういうもので本当に元気にすくすく育ってまいりました。本当に食の問題では政府がやっぱり国民に安全で美味しいものを食べてもらう、そういう責任をきちんと果たすべきだと思うんですね。で、私は定年退職したら、新潟に帰ろうと思っていますので、自分の分、お米は作れないと思うんですけど、作ったことないので、でも野菜とか自分の食べるものは作って生きていける。でも多くのこの都会の中で生活している人たちは TPP でこの食の安全や自給率が下がっていく中でどうやって生活をしていくのかって、そのことすごく思うんですね。安くなればいいって問題じゃないと思います。安倍さんのように湯水のように税金を使って、そして給料ももらってる人は高いものを、安全なものを食べれるでしょう。だけどそれ以外の国民は粗悪なものを食べるか、粗悪なものも手にできないか、そんなような状況に追い込まれていくのに、多くの人たちがそのことを知らされずに、農業の問題という矮小化した問題で片付けられてしまう。そのことに非常に怒りを感じています。やっぱり安全で安心なものを国民に食べてもらう、その仕事をきっちりとしてほしいというふうに思っています。もう一つは医療の労働者ですので、医療の問題です。今皆さんがご承知のように、今医療の負担は本当に大きい。入院なさらないとね、なかなかわからないと思うんですけれども、高い保険料払っているのに自己負担が 3割ですよ。もう3割以上は保険として限界があるっていうふうに決めたにもかかわらず、窓口負担はどんどん増えています。入院の給食費も100円ずつ上げていって1食460円にしようということがもう決まりましたし、大学病院や大きなところを受診するときは5000円とか1万円の負担を今にプラスして出そうとしている。そんなに患者さんや国民の皆さんの負担がどんどん上がっていくのに、アメリカの保険を買わなければ医療が受けられなくなるような、そんな自由化をさせていく。今だって皆保険制度があるなんて厚労省や国は自慢しますけれども、本当にヘロヘロな制度ですよ。
皆さんの負担で成り立っている、その制度をきちんと守っていくことも非常に大事ですけども、これ以上儲けの対象にさせない、そのことがとっても大事だというふうに思います。そして薬も今本当に高くって、今度診療報酬がマイナス改定の方針が出されましたけれども、医師や看護師の人件費にはなかなか回ってこなくって、高い薬、高い検査を国民に押し付けていますが、今でも高い薬を今度知的財産権の期間を延ばすことによって、特許の期間を延ばすことによって、もっと高い薬をいつまでも使わされ続ける、皆さんの医療費がもっと高くなる、そういう点で私はこの TPP は絶対反対、皆さんと一緒に、はい、廃止に追い込んでいきたいというふうに思っています。今日はたった2人ですけれども、ここに来ると毎回新しい情報を教えていただけるので大変勉強になります。また次職場の仲間を連れていきたいというふうに思います。共に頑張りましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。本当に医療費の高騰っていうのは政府は下げようとか言ってますけども、アメリカの政府もでも言ってるだけですよね。なんか仕組みを見ているとどんどん上がるばっかりなんですよ。で、国民皆保険制度だって確かに今の今回の TPP では当たらないっていうことになっていますけども、おかげで薬の値段がこう高くなるような、なんですか、審議会ですか、そういったものを作るとか、どん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 、すでにもう日本っていうのはそういう制度になってしまっているので、 TPP で改めてそういうふうになるわけじゃないかもしれないんですけど、国会議員の先生方聞こえてるといいなと思うんですけど、国会議員の先生方は TPP で今回どういうふうに法律が変わるかということじゃなくて、それもそうなんですけど、自分が政治家として政治課題として抱えている問題がね、将来その TPP を批准することで、それであともっと自由貿易を進めていくことで、ちゃんと自分がこうしたら国が良くなると思った方向に戻すことができるのか、変えることができるのか、そういう観点で TPP の中身を見てもらわないといけないんじゃないかなと私は強く思っています。はい、じゃあそれではまた、呼びかけ人の、新しい呼びかけ人の、反グローバリズムブルーオーシャンというサイトがあるんですけど、そちらの管理人をされています高橋聡さんです。よろしくお願いします。どうも皆様、はじめまして、今日は大阪の方からですね、このデモに、しかも人生初のデモなんですね。で、しかもこの大勢の前でこう喋っちゃうとかなり緊張してます。やっぱ飲み物ですんでよろしくお願いします。で、私が言いたいのは2点ありまして、まず2012年に自民党が何と言って選挙を勝ったか、ポスターにですね TPP 断固反対と彼らは書いてたんですよ。で、これを2013年の3月ですよ、わずか2012年12月からたったの3ヶ月4ヶ月で安倍首相が TPP に交渉参加してしまう、こんなもので民主主義と呼べるんでしょうか。我々国民への約束というものはどうなってるんでしょうかというのがまず1点。それからもう一つですね、先ほど指摘されておられた方もいらっしゃると思いますけれども、 TPP の、文書大筋合意というニュースが流れて文書が出てきましたね。確か英語、フランス語、スペイン語、我々日本人、日本国民というのはですね、世界第3位の経済大国、しかも人口が1億3000万人なのに、なんで日本語の訳が出てこないのだ、しかも外交交渉ですね、日本語訳を出せと要求した形跡すらない、こんなものは主権国家として恥だと思います。以上の2点なんですけれども、実は私ですね、2012年まで自民党を支持しておりました。支持していたのは25歳当時ぐらいからですから、2006年7年あたりからですね、2012年まで麻生政権の時も支持しておりましたし、2009年、8月31日の自民党が政権を、破れて下野した日も支持しておりました。ただですね、2012年、みずほの国の資本主義と安倍総裁は言って総裁になりました。私は拍手喝采をいたしました。自民党もですね、断固 TPP 反対と旗印を掲げていたので、私は熱烈に支持しました。
ただですね、もうその思いはたったの3ヶ月、4ヶ月後に裏切られました。これまでですね、政治に興味を持ってから、経済に興味を持ってから、2012年までは自民党に入れたことのない私が、もう自民党は信用ならん、安倍晋三は信用ならん、そういうふうに思って本日は掛け算しさせていただきました。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ですね、そう、国民との約束ですよね。あの国民との約束で、政府は、私はいつも言ってるんですけど、国民、普通の生活者にとってメリットがあるはずなので、それを詳細に合意ができたら教えてくださるっていう話、約束になってるんです。だけど全くないですね、その説明が。で、皆さん TPP、 あの政府対策本部が去年の20クリスマスイブあたりからガラッとチェンジしたのをご覧になってますか？見ました？すごいリニューアルされて見やすくなってるんですね。で、そこの中で一番最初に出てくるのがまたメリットなんですよ。で、でも全然国民に対するメリットじゃないんですね。で、私はだからそれについてはまだ私との約束は果たされてないよ、政府、とか思っています。はい、なのでぜひこれから皆さんもね、一体私たちにとって何がいいことがあるのかっていうことを政府に電話して聞けば教えてくれるはずですよ。TPP 政府対策本部、内閣官房 TPP 政府対策本部というところ、ホームページで調べて、電話して、一体何がいいんでしょうかと、文句じゃなくてね、ちゃんと質問をしていただければいいんじゃないかと思います。はい、それではですね、続きましては、農民、また こちらもですね、新しい呼びかけ人の農民連農民運動全国連合会事務局長の、吉川俊明さんに、スピーチをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。おめでとうございます。皆さん、明けましておめでとうございます。新しく呼びかけ人ということで仲間入りさせていただきました。本来僕この場所が実は苦手で、東京に来てからどうも喉とか肺とかやられてきたなと思ってて、ここってちょうど頂上でみんな排気吹かすんですよ。で、ここら辺が排気ガス溜まるところで、ここは僕は30分ぐらいしかいられないなというふうなことで、呼びかけ人は断念しようかと思ったんですが、やっぱり皆さんの行動の中で一緒にやっていきたいと思って、呼びかけ人一人ならしてもらいました。で、今年はTPP 交渉左右する本当に重大な年だなというふうに思っています。で、10月5日に政府TPP 大筋合意が発表されて、その後政府とマスコミはもう TPP 終わったんだと、あとは事後対策なんだっていうふうな形で世論誘導しています。とんでもないことだなというふうに思ってて、私たちはこの TPP 大筋合意はまやかし、これからの戦いで潰せるっていうやつを11月に数十万部作って、全国でこれを撒いて、まだまだ戦いこれからなんだということで励まし合いながらやっています。で、一つ、去年のって言っても12月の24日に政府はこの TPP の影響評価というものを発表しました。これがね、驚くべき中身だなというふうに思いました。というのは、今までね、関税撤廃になったら3兆円農産物被害、生産が減少するんだって言ったのが1300億から2100億の減少なんだというふうな話とか、メリットとしては3兆円 GDP 上がるよって言ったのが、これがなんと4倍の13億何千万というふうな、13兆何千億というふうな数字を出しています。本当にTPP のメリットだけを古代に言ってて、本当にまやかしの試算だなというふうに思っています。まさに参議院選挙対策のそういう恣意的な試算だというふうなことを思っていて、なんか許せないと、本当に農業の実態をね、暴きながらこのことをちゃんと訴えていかなきゃいけないなというふうに思っています。で、ちょっと中身を見てみると、というか一番最初も言ったように TPP の大枠合意っていうのは最終合意でもなくて、
まだ調印されていないっていうのが現実なんですね。でもし調印されたとしても関税撤廃の時期を早めろだとか、あの関税について再交渉しろだとか、そういうふうな再協議の、あの中身がいくらでもあって、さらにはもっと多くの国が参加したいというふうなことを表明しているとかいうふうなことを考えるならば、なかなかその基準となるものが定まらないというふうなのが現実だなというふうに思います。そうした中でこんな試算出すのおかしいということと、アメリカ自体も5月にならないと試算なんかできないんだというふうなことになっています。そうした意味からも本当に欺瞞に満ちたものだなというふうに思っています。で、TPP の大枠合意の中身見ると重要5品目の中でも3割も関税撤廃になってるし、重要5品目を除くと 98% 関税撤廃なんですよ。そんなに大きな関税撤廃今までやったことがない、まあ当たり前なんですけどやったことがないんです。にもかかわらず1300億だとか2000億しか減少しないっていうのはありえないというふうに思っています。で、一つはお米なんですけれども、アメリカとオーストラリアに 7.8 万トン入れると、ミニマムアクセス米を77万トンとは別にそんだけ入れますよと決めた、これに対して市場から同じ量を買い取るから国内には影響を与えないんだって政府は言っています。ところがこんなことはありえないというのがあります。それは2つの点でありえなくって、一つは外米っていうのは安く入ってくるんですよ。主食用として安く入ってくるお米が、国産よりも安いお米が入ってきて影響を与えないわけがないっていうのが一つ。もう一つは毎年毎年8万トンの需要が減るっていうふうに言われていて、そうした中で全国の農家は餌米、飼料米 を作ってるんですよ。それによって生産調整をしてきた、そういうふうに努力してきた、そういうふうな中でミニマムアクセスの77万トンとは別に 7.8 万トンが入ってくる、これで影響を与えないわけがないっていうふうに言いたいというふうに思います。そうした意味でも非常に欺瞞に満ちた試算だということで、一番最初に言った関税撤廃された時に3兆円減るっていうふうに言われましたけれども、その試算と同じ条件で今回あの政府が対策出しているのは重要5品目だけなんです。そうした意味では鶏肉には対策が立っていない。だけども鶏肉って関税撤廃になるんですよ。で、その時の試算が、ちょっと待ってね、鶏肉については990億円削減するっていうふうに言われてます。だけども今回の試算は19億から36億、また同じように鶏卵、鶏肉の卵については1100億円減少するっていうんだけれども、今回の試算は26億から53億、合板や水産物については3000億円減少するって言われるんだけども、今回の試算では393億円から565億円と、同じように関税撤廃されてて、同じように対策が打ってないのに、こんなにも下がるって、どうやって説明するんだっていうことなんですけれども、まさに恣意的な試算だなっていうふうに思います。子供には負けちゃうよねというふうに思います。で、まあそういう意味ではね、まあ、農民でまだまだこれから農家の実態を示しながらあのやっていきたいというふうに思っていて、で、農業を守る一番の対策、やっぱりこの大枠合意を撤回する、署名批准しない、これが一番の対策だというふうに思います。そうした意味では皆さんと一緒に全国でも本当に頑張ってこの TPP 潰そうということで、今年1年頑張りたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。あの詳しい数字とともに、本当に数字を見てるとみんなとか思いますし、政府の資料ってあのすごいいろいろ恐ろしいこと書いてありますので、あのぜひ読んでもらいたいと思います。さあ、次にですね、あのご紹介しますのが、元農林水産大臣でTPP 交渉差し止め違憲訴訟の会、あの弁護団共同団長の山田雅彦先生があの来て、くださってますので、ぜひお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。いや、皆さん寒いのにご苦労さんです、ね、TPP も日本ではあたかも決まったかのような報道をされていますが、今東京に
アメリカの弁護士、ワシントンのロビー人でもあるあのトーマス・加藤さんが見えてまして、トーマス・加藤さんが真っ先に私に言ったのは、山さん、アメリカで TPP は絶対批准されないよと。で、今年はまさに大統領選で、もう来月から予備選が始まるわけですが、共和党の候補、今ちょっと減りましたけど、16人のうち2人しか TPP に賛成している人はいない。民主党の候補3人とも反対だと。で、議会の中もマッコーネル院内総務、共和党の、これも真っ向から反対してるから、絶対に来年になって審議が始まっても、米国ではアメリカでは批准されることはないだろうと確固たる自信を持って言ってくれましたんで、私も少し元気を出して、みんなともに、これはアメリカで批准できなければ日本でいくらやってもダメだ、しかし日本でもこれを潰さなきゃいけない、そう思って一つみんなと一緒に頑張らせていただければと思っております。一言、農業の問題についても、牛肉は安くなる、豚肉は安くなると言われていますが、今までいわゆる牛肉の差額関税を直接いわゆる牛の生産の農家に払う金額だけでも1500億で、麦のマークアップ制度だけでも600億で、実際に砂糖の調整金等々だけでも1000億、そういった財源が、農家に対する直接の財源がなくなるわけであり、同時にかつて財務省に数字出させたことがありますが、いわゆる牛肉が安くなる、豚肉が安くなるというのは、それだけ関税収入、国の財政収入が減るわけで、それに対する農産物の関税減だけで4000億という数字をかつて財務省は弾きました。そして考えると、それが消費税で我々が負担しなければならないということになるんだということ、これを忘れずに。そして農家はみんな騙されている。いわゆる米を、いわゆる輸入枠が7万8千トン増えるだけだと思っている。ところが、このテキスト原文にははっきりと2段階で、7年後の最高渉でもって関税を撤廃する、エリミネートと書いてある。ということは、日本の農業は20年アメリカの最長の自動車の関税と農産物の関税はセットだと言われてましたから、20年30年後には米も含めて全てが関税ゼロになった時、日本の農業はどうなるか、我々の食料はどうなるか考えたらゾッとする話なんです。どうか皆さん、この TPP、 この不条理な TPP、 日本の主権を損なう TPP は絶対に阻止することができる。一つみんなで頑張りましょう。はい、元気が出るスピーチありがとうございました。本当に頑張らないといけない。本当にね、今すごいやばい状態だと思いますよ。もうあと1ヶ月もすれば下手すると署名しちゃいますからね。皆さん危機感を持ってやっていただければと思います。それでですね、危機感を持って、ですね、旗を持って、この官邸前に来てくれた私の仲間がいますので、そちらからも、一言ずついただければと思います。TPP って何の保守軍団っていうんですかね。どうぞ、ずっと私に TPP を教えてくれた人たちです。私がすっかり追い抜いちゃいましたけど、お宅のにおいて。はい、じゃあお願いします。はい、私たちはFacebook のグループの TPP って何の、保守の立場からちょっと今日はもちろん TPP、日本の国柄を壊すものであるということで、ぜひ日の丸を立ててですね、抗議したいということで参加してさせていただきました。で、もちろん実は私の、何度か聞いていただいたことはあるかと思いますが、母親はですね、実は千葉県の鴨川市というところで農業をしておりまして、しかも
タラバで有名でしてね、あの普通の水路じゃなくて天水雨水から農業をして、おります。で私は何を訴えたいかというとですね、お米の特にお米と治水の問題なんです。でお米っていうのはもう弥生時代から作られている。でその水路に関して言うとですね、毛細血管のように張り巡らされてですね、この豊かな自然、この日本という土地のですね持っている、例えば真ん中に中央にですね南北に長く中央には山脈が走っている、それが毎年訪れる台風ですね、猛烈な勢いで海に水がですね流されてしまって、弥生時代からずっとですねその治水ということを、自然の、山、里山ですとか田んぼがですね、日本の国土を守っている、これずっとですね続いてきて、例えばこれ今東京ですけれども、東京のほとんどが湾岸部分、これは全部埋め立てです。で、もちろんこの間先日そのどこですか、茨城の鬼怒川の下水下流域で、一部土手をですねその削ってしまったばかりにですね大きな水害になってしまう。で、こういう日本の気候にやですねそういう安全保障、これ食物もちろん食料自給率、これこんなに少ない国であって良いのか、特にお米の場合はですね、もちろん以前は貨幣でもありましたし、私たち保守に言わせるとですね、とても大切な祭りごと祭祀、これが新嘗祭、こういったようなですね日本の国柄、こういったものを、壊してしまうものではないのか。でなぜ日の丸なのかというとですね、もちろん先ほど皆さんが言われたように、これから続く日本はもちろんこれからずっと続いていきますけれども、その国土保全やそういうさまざまな、日本人の持っているですね豊かさ、こういったものがですねこういう社会的な世界的なグローバルというね確立されたようなこういうことで国柄やそういったものを失ってまでですね、これ果たして日本の国益なのか、これ日本を守ることなんでしょうかということ、安倍総理に伝えたいです。そうなんですね、私は今いろいろな問題で、ちょっと内訳のようになってるかもしれませんけれどもね。だけれどもね、日本がやっぱりね、これやはり日本の国柄、そういったものがですね、守らなきゃね、これね、嘘でしょ。安倍さんいろんなこと言いましたけれどもね。で、安倍を擁護するして日本をディスするわけじゃないですけれども、本来日本国あっての話じゃないですか。ね、そういうような、日本のこれからの将来、もちろんこれからずっとねお米を作って、行ってですね、これ日本の要するにお米の場合はですね、山間活動であったりだとか、そういう土地をですね統合してですね新しい形でですね進めていって、補助金等ですね、大きなスケールメリットのあるところと、そういう山間活動でですね治水、これ国土を保全するような要するに土地とですね、どのような仕組みを持って分けてですね、政策を行っていかなきゃいけないのか。そうしなければですね、日本の農業もちろんど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 ん壊れていく。そして治水の面においてもですね、こういう風、私たちは川下にいてですね、その恩恵をすごく預かっているのに、何一つそういう農業や、里山の方たちにですね、何の理解もなくて、安いお米であればいい、経済が突出すればそれでいいんだと、自分の利益さえ守れればいいんだと、こんなことでですね恥ずかしくないですかと、日本国民でしょと。で私たちは一番長く国家としてですねずっと続いてきて、その里山を守ってきて、土地を守ってきて、これをこういったグローバルという流れの中で、本来はですねグローバルというのは相手側の立場、いろんな相手側の伝統や文化、これを要するにですね共有し理解し合うことがグローバルなんじゃないんですかと、同じルールに全部乗せてしまうことが、ね、決してグローバルじゃないんですよ、私はそう思います。で、ここでですね本当に日の丸がですねこれ日本のためにやってるわけですから、なぜないのかということがですね一番私たちね保守活動してて恥ずかしいんです。ぜひねこれ保守系の議員もね聞いていればですねぜひ参加してくださいよと、私ねそれを訴えたいんです。で今日はそのためにですねやってまいりました。どこにね
2月にですね、前でですね、ニュージーランドですか、そういうような国民で、国民よく、ね、知られてないんじゃないかなと。で、これ何の要するに概要も知られてなくてね、どういったものかなと、すごく疑問に思っております。これ農業もそうですけども、いろいろなですね、例えば工業にしても、西洋でもですね、いろんなさまざまなルールが変わるんであればですね、安倍内閣はですね、これ要するにいろんな企業です、いろんな、投資を促してますけれども、一体何に投資したらいいんだと怒らないじゃないですか。そうでしょ？そういうルールがあってこうやって変わるんであれば、企業の投資だってですね、今まで要するにいろんな作物を作ってきてもですね、明日からですね、その関税の枠を取っ払ってですね、自由競争でさらされなきゃいけない。そういった場合ですね、私たちどうやって、そのさまざまなものをね、投資したりですね、守っていかなきゃいけないのかということです。これぜひね、皆さんね、まだまだね、これ、保守か、革新関係ないです。イデオロギー関係ないです。これ日本国のためなんですね。ぜひ一つ頑張ってやっていきましょうよ。よろしくお願いします。皆さんどうも、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。TPP に関してですね、本当安倍さんの選挙公約で3ヶ月で破られたと。まあ私は実際のところ、安倍さんはよく安全保障とかですね、そういう面ではよくやってこられたのかなとは思ってたんですよ。そしたらちょっと年末の、日韓基本合意でなんかちょっとこの人どうしちゃったのかなというようなありましてね、保守のサイドでも、腹を切りなさいと、そういう、状況なんですよ。安全保障ということで、保守のサイドではTPP で、食料とかですね、これは安全保障ですと、そういうようなことで、中国に対抗して AIIB というね、バスよりは TPP のバスに皆さん一緒に乗りましょうよみたいなね、そういう感じのことが懸念されてましてね、これちょっと違うんじゃないですかねということなんですよ。安全保障、食の安全保障と言いますけど、日本の場合だとこう、そうですね、酪農農家が一番もう危ないんじゃないですか、もう潰れちゃうんじゃないですかっていうような話もですね、もう実際出てますんでね、これは私にもこう、SNS とかで、いろんな、東南アジアの方とちょっと、やり取りしてるんですよね。でベトナム人とかは TPP で話題振ると非常に食いつきがいいんですよ。 TPP で夢が見れると雇用も増えるし、工場がいっぱいできて所得も増えるからいいなーなんていう、そういう甘い夢を多分見れると思います。で、僕の知り合いの、女性の職場にベトナムの方が働いてまして、そちらの方の意見だともうやめてほしいと、実習みたいな形で働かれてるわけなんで、賃金も安いし、これがずっと固定化されちゃうでしょうということなんですね。よくベトナムの方分かってるいらっしゃるなと、そういう感じがしています。あと台湾とかもですね、私もお友達台湾の方いっぱいいるんですけど、みんな日本が乗ってくるんだったらきっといいものだろうっていうね、そういう感じの方も多いんですよね。カナダとかメキシコは親日ですので、北米のね、FTA でしたっけ、あちらの方はアメリカに騙されたけど日本が、帰ってるんだったらこれはいいものだから乗ってみようかなっていうところもあったかもしれません。実際もう役割はもう決まっちゃうんですよね。
生産工場はその東南アジアの方とかですね、で消費者はどことか、日本の、国産のお米は中国の消費者が食べて、日本人は安い外米を食べちゃうとそういうことで、まあグローバル化になっちゃうとですね、まあ所得が、まあ、増えませんと、でデフレが進みますよってことが、いろんな方がまあ言われてるわけなんですよ。で努力してももう報われない社会になってしまいますねってことなんですよね。 1% の、外国人の投資家ですね、こちらの方はチャンスがあっていくらでもお金が儲かります。どんどん儲かります。でも 99% はもうどんどん、貧しくなるわけなんですよね、残念ながら。でチャンスもないわけなんですよ。這い上がれないし、そういう格差が完全に今固定してしまう社会と。私のそうですね、ネットとかでチェックしてると、白い共産主義、まあ、新自由主義ですね。新自由主義っていうのはもう白い共産主義であると。一部の幹部が潤って、まあ竹中平蔵とか今いるじゃないですか、パソナで人転がしをしてまあ儲けてるとね。日本の若者は、貧乏を楽しむ自由があると、羨ましいですねというそういう話なんですよね。新自由主義社会だと一部の幹部が、得をすると、この人はもう、まあ、奴隷ですね、残念ですねってことなんですよ。まあ、TPP、まだまだこれからですので、頑張って、粉砕するってことで、まあ、頑張っていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。いいんですか。じゃあ、保守の立場から、保守ってこういうこと言うのっていう話だったんですけど、そうですよ、私、彼らに TPP 最初からそういうふうに教えてもらって、保守っていうのは国民がを一つにするのが保守なんですよね。そういうことですよね。だからこういう 1% となんかその他とかって分断するようなのは保守の言うことじゃないし、安倍さんが言ってたのはTPP で守るべき守るべき国益は国側って言ったんですよ、あの人はね。ですからちゃんと守っていただきたいなと思う。ありがとうございます。あ、そう、どうぞ、どうぞ、どうぞ。で、さっき竹中平蔵さんの話来てましたけど、皆さん聞いてます？竹中平蔵さん、とんでもないこと言ってましたよね、年末年始にかけて。トリクルダウン、そんなもんあるわけないだろうと。トリクルダウンなんか待ってる方が悪いって、浅野まで言ってらしたということですよ。今までの話は一体何だったのかという。さすがに政府の説明会なので、さっきも言ったようにね、国民にとって一体何のメリットがあるんですかって言った時に、トリクルダウンがとかは私たちがそんなわけないだろうって言って分かってると思うので、ゴニョゴニョゴニョって感じでしたし、食べ物が安くなるっていうこととかもメリットじゃないですよねみたいなことは分かってるようでしたよ、ね。ですからちゃんと明日からね始まりますので、ぜひしっかりとまあ、できれば自民党の議員に追及してもらいたいですし、まあ、野党の先生方にも頑張っていただきたいということで、次 の, スピーチお願い し,、したい方お願いしますけれども、国会議員の、先生方に必ず全党に、ちゃんと告知をしております。で、今日来ていただきましたのが、日本共産党衆議院議員の、斉藤和子先生、よろしくお願いします。官邸前行動にお集まりの皆さん、こんばんは。そして明けましておめでとうございます。ご紹介いただきました、日本共産党の衆議院議員斉藤和子でございます。いつも日本共産党の上智子参議院議員、そして
畑山和也衆議院議員とともに参加をさせていただいているんですが、今日は2人とも北海道に行っているということで、北海道ローネルの皆さんが作成したというこの TPP の T シャツをしっかり着て訴えてきてくださいと仰せつかりましたので、私が参加をさせていただいております。いよいよ国会が始まりました。安倍首相は前のめりでもう TPP を推進するんだと、調印もし批准もするということを言っていますが、私はそう単純ではないし、国民の皆さんにこの TPP の中身が広く広く伝わればとんでもないことだということが、広くこの国会を通じて明らかにしていく必要があるということを痛感しています。もう紹介があったかもしれませんが、1月4日の日本農業新聞で JA の組合長さんにアンケートを行っています。その中で JA の組合長さん、農協の組合長さんたちは、安倍内閣の農業政策に対する評価、全く評価しない、どちらかといえば評価しない、合わせると 93% が評価していない。要は農協の皆さんは全く安倍政権に期待していないし、安倍政権の農政にも期待していないということなんです。同時にこの TPP の問題でも、重要5品目再生産がきちんとできるように再協議または5品目については除外すると決めたこの国会決議、守っていると思いますか、聞いています。守っていないと答えているのが 92% に上るんです。もうほとんどの方々はこの国会決議決して守っていない、 TPP はまさに農業を振り払ったものだ、こういうふうに感じているのではないでしょうか。私はそれに対して、政府がさまざまな TPP の対策予算、対策の政策をつけるから大丈夫なんだということを必死に今言っています。その中で、農政新時代、努力が報われる農林水産事業の実現に向けてということで、対策の説明をしています。私はこれを読んだときに、努力が報われる農林水産業を誰が破壊してきたのか、もう本当に許せないと思いました。だいたい今お米60キロ1票作っても1万円いきません。農林水産省の試算でも、再生産可能なのは最低でも1万6000円って言われているんです。その結果、今農家の皆さんは赤字覚悟でなければ米作りはできない、こういった状況です。だからもう米作りは自分の代で終わり、それどころか今1000万円するようなコンバインを新たに買える状況にはないから、このコンバインが壊れたら米作りは終わりだ、こういう声が当たり前のように全国各地で鳴り響いています。酪農の皆さん方も、そしてみかん作りをされている愛媛にも伺いました。段々畑で本当に大変な思いをしながら山を切り開き、生け垣、石垣を組んで、そしてみかんを植えて生産を続けてきた。温暖化の下でみかんがなかなか腐ってしまう状況があって、生産が立ち行かなくなっているけれども、おじいさんが山を切り開いてやっとの思いでみかんを育ててきた、これを自分の代で潰すわけにはいかない、涙ながらに生産者の方が訴えていました。こうした努力をしながら必死で農業生産をしている人たちに冷や水を浴びせるような TPP、 私は皆さん方と断固許さず、調印も批准も許さない、最後まで戦い抜く決意です。皆さん共に頑張ろうではありませんか。最後に、私どうしても TPP をやめさせなきゃいけないと思うのは、この TPP が批准すれば、今農家の皆さん、それでなくても米作りにしても酪農にしてもみかん作りにしても全てが
再生産ができないような低価格な状況の中に置かれています。そして農水省も認めています。輸入が増えれば価格は下がると。しかし対策予算をするから大丈夫なんです。コスト削減に努力してもらうから大丈夫なんです。こういうことを言うんです。しかし必死で踏ん張ってる人たちがさらに大規模化しろなんて言ったってとんでもない事態になっているにもかかわらず全く現場を見ていないということを痛感してきました。 TPP の対策は全く農水省が描いているようなバラ色のものには絶対なりません。待っているのは私たちが生きるために必要な食料がこの日本で作れなくなる実態をさらに深刻な状況にするだけです。アメリカは国を守るためには3つのことを柱に掲げています。軍事力、エネルギー、食料自給。つまり国民の命を守る根源は当たり前ですが食料がなければ食べて生きていけないんです。だからこそ自立した国の根幹は食料自給をしっかり国の責任でやる。これは当然のことではないでしょうか。それを投げうる安倍首相ははっきり言って私は国民の命を全く考えていない、国民を亡国の政治に追いやるようなこんな政権は直ちに私たちの力で退陣に追い込まなきゃいけないというふうにも思っています。これ以上の食料自給率を下げ私たちが生きるために必要な食料を日本の国土で作れないような状況を作り出す TPP は絶対に許さない。そしてお金がなければ医療も受けられないようなそんな医療制度を持ち込むことも許さない。 ISD で結局儲かるのは多国籍企業、そして貧しくなるのは多くの国民。こんな構図一緒に変えていこうではございませんか。私たち日本共産党は皆さん方と最後まで力を合わせて TPP の調印も批准も許さない。そもそもこの TPP の条文を早く日本語で出せ。それもしないで調印とは何事だ。この声を大きく上げていこうではございませんか。共に頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。私年末に林元農水大臣の講演会っていうのになんかまるで自民党員みたいな感じで違いますけどちゃんと、敵を知るためにいつもちゃんといろんなものを見に行ってるわけなんですけど、で講演を聞いているときにびっくりしたのは農水省の役人さんたちはこれまではねちゃんと国民が何を食べるかっていうことを考えて、施策をしてきたはずなんですけど、安倍総理が輸出を倍増させようというふうに言って、で、その時言われた時ね農水省の、官僚の人たちはそんなことってすごくなんかそんなバカなことしちゃダメだって分かってて、そんな乗り気じゃなかったんですって。それをなんていうのこう国名とその作物とかねそれを分けて表にして担当を決めて、で数字をどんどん目標の数字と達成した数字なんかを入れていくようにしたんですって。そしたらね真面目な官僚さんたち喜んじゃって、あちょっとこう成果が出たって言ったら嬉しくやっぱりなるじゃないですか、真面目に育ってきた人たちだし。ということで彼らは今その日本の国民が何を食べるかそういうことじゃなくって、その他の国の人たちが何を食べるかっていうことに地道を上げてるらしいですよ。そんなことでちょっと困りますよね。私はショックを受けてこれはちょっと農水省の人に言わなきゃいけないと思ってこの間農水省の人に会ったんです。そしたらやっぱりね野菜の値段は下げなきゃいけないって言ってましたよ。でこれから野菜作ろうと自分で思ってるのに野菜の値段下がってったらすごい困るなと思っています。で、そんなもう農水省の人たちに皆さん電話して本当にこれ大丈夫なのかっていうことを質問してください。ちゃんと質問にしてください、文句じゃなくて。よろしくお願いします。はい、じゃあちょっとね気分を変えて
コールをもう一回ポストマンさんにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、ポストマンです。ちょっと一言言わせてくださいね。農業っていうのは環境や自然、風景、文化を育ててきたんですね。例えば私たちの仲間、地域の仲間なんて一日に何十キロ走るんですよ。その時ですね、ふと見た緑の鮮やかさ、そういうのに心が和みます。都会に住んでる人だってそう思いません？ TPP がですね、もし発行して農業が潰れたらどうなります？残ったのは荒廃した山野ですよ。文化もダメになっちゃいますよ。みんながいたわり合うんじゃなくて、今だけ自分だけ金だけの世界になってしまいますよ。そうさせないためにもぜひ TPP を止めましょう。はい、それでは行きますよ。はい、行きましょう。暮らしを壊す TPP はいらない。暮らしを壊す TPP はいらない。主権を奪う TPP はいらない。主権を奪う TPP はいらない。農業を潰す TPP はいらない。食の安全壊す TPP はいらない。医療を壊す TPP はいらない。震災復興に TPP はいらない。TPP より震災復興。TPP より暮らしが大事。TPP より暮らしが大事。嘘つきでたらめ自民党。嘘つきでたらめ自民党。選挙公約どこ行った。ペテン師詐欺師の安倍晋三。ペテン師詐欺師の安倍晋三。国会決議はどこ行った。国会決議はどこ行った。TPP はいらない。安倍もいらない。TPP はいらない。安倍もいらない。TPP はデタラメ。自民党もデタラメ。暮らしのために TPP を止めよう。TPP を止めよう。未来のために TPP を止めよう。地域のために止めよう。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 TPP 絶対止めましょう。はい、ありがとうございました。はい、それではですね、続きましては国交労連前委員長の、宮脇忠さんに、また緑の T シャツでよろしくお願いします。こんばんは、ところの宮脇です。国交連というのは労働組合でして、国の行政機関で働く国家公務員で作っています。ですから農林水産省も国家公務員ですし、厚生労働省も国家公務員、国土交通省、内閣府も国家公務員ですね。首相官邸の皆さんも国家公務員なんです。それで昨日からこの緑の T シャツを着て、お昼の国会行動も参加をしました。なんと東京新聞がアップで撮ってくれまして、この T シャツを昨日の夕刊に載りました。明日も春闘の行動で早朝から虎ノ門で宣伝をして、またお昼に国会行動に参加するんですが、私はずっとこの TPP 反対の T シャツを着て
この行動に伸びたいというふうに思います。皆さん一緒に頑張りましょう。それで国家公務員は僕も採用されるときに、僕は運輸省採用だったんですけども、ちゃんと宣誓するんですね。日本国憲法を遵守します。この宣誓をして国家公務員になるんですよね。で安倍首相も総理大臣も特別国家公務員ですから、憲法を守る責務を負っています。ですから国民の皆さんに絶対に嘘をついてはダメなんです。先ほども農民連の、吉川さんがおっしゃってましたけれども、私も政府の TPP のホームページを見てびっくりしました。本当にびっくりポンでした。何がびっくりポンかというと、先ほど農産物に対する被害もですね、小さく積もっていると、 GDP も4倍に増えていると。でもっとびっくりしたのは TPP が、実行されれば雇用が80万人も増えると、こう書いてあるんですね。なんで雇用が80万人も増えるのか、不思議で仕方がありません。今日本政府が2020年の東京オリンピックを目当たり考えているのは、建設労働者が不足をしているんですよね。ですから例の外国人研修制度、実習制度を拡大をして、この通常国会に法案を審議されますけど、拡大をして安い建設労働者を外国から参入をさせて、でこぎ使って、そしてオリンピックが終われば使い寄せると、こういうことを考えてるんですよね、建設業界と結託をして。でとなれば日本の労働者は賃金で弾き飛ばされちゃうんですよね。何千増えるんでしょう。そして今いくつかの自治体で高規約といって、公共事業に参入をするところの会社の労働者は最低賃金は もちろんもらわなあかんし、これ以上の賃以下の賃金では働きちゃいけないということが公規約条例で頼まれてるんです。これも TPP が実行されれば、これもアメリカの企業がこれは不公平だということで配達人を使って、来るわけですよね。それから最低賃金についてもそうだと思います。最低賃金もこんな賃金でやめてしまえということで声が変わってくるんです。ですから TPP が実行されれば雇用は、日本の労働者の雇用はなくなっていく、これが真実なんではないでしょうか。もう一つ皆さんに訴えたいのは、輸入食品が激増しますよね、 TPP が実行されれば。2014年度の、厚生労働省が今輸入食品の検査をやっています。食品安全監視員、日本全国でたった406人しかいません。しかし1年間で届けがあるのは226万トン、輸入業者から届けがあるんですよね、輸入食品。それをわずか406人やってるんです。実行できたのは2014年でたった 8.8% しか検査ができてない。これが関税が撤廃されて輸入がどんどん入ってくれば、誰が検査をするのか、国民の安全性の食料を誰が守るか、こう訴えたいんです。ところが皆さん、今政府は想定員法ということで国家公務員をこれ以上増やさないという法律を使ってですね、人を増やそうと思ったらどっかを減らさなくてはならないという定員削減抗議をかけてきています。ですから国民生活の安全を守るべき、そういう食品安全監視員や、あるいは厚生労働省の私たちの目の前ある労働基準監督官、これも増えてないんです。なぜかというと想定員法があるからですね。ブラック企業を取り締まりにしても、今東京の労働基準監督官1人がなんと3000社も受け持ってるんですよね。これでブラック企業が取り締まるわけがありません。今必要なのは TPP を何としてもストップをして、国民の安全安心を守る国家公務員をヨーロッパやアメリカでも日本にも多いわけですから、そういう外国諸先進国にのような増員をしてやるべきだというふうに思います。私も皆さんと一緒にTPP を卒業するために最後まで頑張ります。共に頑張りましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。はい、それではですね、あと2人予定、スピーチを予定しているんですけれども、その2人の後に皆さん私もちょっと話したいって
という方がいらっしゃると思いますので、恒例の1分スピーチをあの2人のスピーチが終わった後に、募集したいと思いますので、1分スピーチをしたいという方も今考えてですね、こちらの方にちょっと前の方に出てきておいていただけると嬉しいと思います。はい、じゃあ次のスピーチの方をご紹介します。次のスピーチはですね、ピープルズプラン研究所の、白川真澄さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。昨日国会が始まりまして、昼間ちょうどここの前、ずいぶん大勢の人が集まって、戦争法反対の声を上げたんです。今日ちょっとここはそれに比べると少ないんですけども、問題の重要性から言えば私は同じぐらい重要だと思って今日参りました。安倍政権はですね、その協定、TPP 協定を署名をして国会の批准を求めると言っていますが、概略しか決まっておらず、しかも多くのことが今後の協議に委ねられているという、穴だらけの何が何だかよくわからないものをですね、国会に出そうとして、こういうものは様々な条約の中でもおそらくない前代未聞の協定なんではないかというふうに私は思います。こういう、特定秘密保護法がかかっているわけではないんでしょうけども、ほとんどのことが秘密にされている協定の全体像を明らかにして、私たちはこういうものの国会への上程あるいは批准というものを決して許してはいけないというふうに思います。で、この TPP をめぐっては多くの皆さんからすでにご指摘がありますけれども、甘利大臣はですね、この協定の大筋合意の時に何と言ったかというと、我々がルールを作るんだということを言いました。これはもう非常に傲慢な発言だと思います。で、もちろん甘利大臣が言ったのは、貿易の今後の貿易に関して日本とアメリカが中心になって、中国のような国で、中国のようなものではないルールを作って、それを押し付けて中国を巻き込むんだというふうに言いましたけれども、単にこれは貿易のルールを変えるという話だけではないと思います。私はやはり TPP 協定の持っている恐ろしいところは、私たちの社会やあるいは世界の在り方を作って、ルールを根底から変えようとしているところにあるんじゃないかと思います。それぞれの国あるいは私たちのさまざまな要求によって、例えば食であれ命であれ、安全性とか公共性とか環境とか、そういうものが一番大事だというルールを私たちは社会の中に作ってきたと思います。で、そういうルールを根こそぎにして、自由競争、経済成長であれば何でもいい、そして企業の利益をまず優先するんだ、そういうルールをでもってこの日本の社会と世界全体を全部作り変える、大変恐ろしい計画だというふうに思います。私たちは彼らが勝手にルールを作って、私たちの社会や世界というものをしっかり手にしていくことを決して許してはならないと思います。これが TPP 協定に反対する私たちの気持ちでなければいけないというふうに、考えています。で、今年の参議院選挙というものは非常に重要な意味を持っていることは、皆さんご承知というのか、ご存じのことだと思いますけれども、特に今野党が連携をして自公の公というものと戦っていく、その時に、3条にある一人区の戦いが非常に重要だと言われますが、やはりその焦点の質が TPP に私はなってくると思います。ですからもう一度 TPP が大きな争点になってくるチャンスがあるわけです。しかも今言いましたように、これは農業の問題ということだけではなくて、私たちの食の問題、医療の問題、暮らし方の問題、環境の問題、あらゆる面でルールを勝手に作らせてはいけない戦いですから、この大都市を含めてもう一度問題を訴えて TPP 阻止のための声を上げて、それを安倍政権を倒していくための大きなテコにしていく必要があるというふうに思います。皆さんと一緒にこれからも戦いたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございます。本当選挙大変、すごい大事ですよね。なんとか自分たち、自分の国会議員っていう意識っていうのが日本にはあんまりないみたいなんですよね。アメリカだとマイセネットとか言うんですよ。自分の国会議員っていうこと、それをちゃんと、しっかり考えてやってもらいたいなと思います。で、その
予定していたあのスピーチの最後のスピーチになりますけど、次はですね、全農協労連青年部の、星野聡さんに、スピーチをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。こんな最後になると思いませんでしたけど、明けましておめでとうございます。農協の労働組合ということで、先ほどあの共産党の斉藤議員が日本農業新聞のアンケート結果をおっしゃってました。農協はですね、9割以上が国会決議違反だと、この大筋合意がですね言ってるということですよね。これはね、非常に大事だと思うんですよ。やっぱり私たちがどこに立脚して、政府安倍さんを攻めていくかっていう時に、どんな影響資産をねコロコロ変えて出してたとしても、国会決議に違反するってことはもうこれは揺るぎない事実で、仮にもう影響資産で全然大丈夫ってことになっても、国会決議はもう違反してる、これはもう国民の目に明らかになったことだと思います。それからもう一つ明らかになっているのは、影響資産っていうのもありますけれども、やっぱり街頭に出ていろんな方の話を聞いてもですね、その日本語の成分がないとか訳文も出てないってことはありますけど、だからよくわからないってのはそうなんですけど、農業が壊滅的な影響を受けるってのはこうもう誰の目にも明らかで、誰に聞いても、農業は大変ですねっていうふうにこれはもう言われるんですよ。そういう中でやっぱり農協としても、これは国会決議違反だし、今の農政評価とてもできない、これが9割以上だ、これはその通りの結果だなというふうに思います。ただですね、TPP 断固反対の旗をしっかりと農協が掲げろと、これもまたしっかり私たち農協の労働者としても言っていかなきゃいけないし、一緒にこの共同運動をしている皆さんからもぜひ言ってほしいなというふうには思います。かなり農協法という法律の改定問題で脅しに脅しをかけられてですね、ブレにブレている部分もありますけど、やっぱり地域の農協は本当に心配してるし怒ってます。一つは私が年末にとある農協の組合長さんから聞いた話、お会いして聞いた話を紹介します。先ほど私たちの国会議員とかいう言葉もありましたけど、農協はですね、いいか悪いか、この際置いといてですね、農協の関係者で組織する、政治団体がですね、自民党の候補者を推して、選挙に臨んだりもしてました。ところがですね、このある県、その私がお会いした県の組合長はですね、うちの県でじゃあその大筋合意が決まったけれども、その後じゃあこの大筋合意ってのはどういう中身なのかということを私たちが協定結んで、押し出した国会議員は説明もしに来ないと。そりゃそうですよね、説明したら説明できないですよね。高いところからですね、これは公約は守ったんだとかいうことを言うことはできますけど、地域に行って公約守った、国会決議守ったなんて言ったら、やっぱりこれ袋叩きに遭うことは分かってるから、地域に説明に行けない、こういう状況だと思います。それからもう一つ、農業の予算ばらまきをしようということを、ばらまきって言ってもね、大した金額じゃないんですが、考えてるようですけど、しかしこの組合長おっしゃってたのは、このばらまきって言っても一部の大規模な農家だけにしか行かないお金だと、多数の小規模な農家、うちの農協の組合員にはこのばらまきは行くことはないだろうと。そしてじゃあそのばらまきのお金の出どころ一体どこかと、これ別に TPP に推進にした賛成する、企業の献金からばらまかれるわけじゃないですよね、私たちの税金ですよ、そんなことあっていいのかと本当に怒っていました。こういう状況ですね。しかしそんな中でも何千万、何億、何兆と、農業予算つけるよなんて言われるとですね、私たちはちょっと心配だなと思ってるんですよ、農協の態度が。そこでやっぱり大事なのは、皆さんからですね、しっかりしろと言ってもらうことであって、政府にすり寄るんじゃなくて、
国民に寄り添えと、それが地域の農業を守る唯一の道だということをぜひ皆さんから突き上げてください。ある、消費者団体といいましょうかね、あの団体の方から言われました。農協さんは最初これは農業問題だと、 TPP は農業問題だというふうに政府が喧伝したときに、そうじゃないと、医療も含めていろんな分野の問題だから皆さん一緒に反対運動しましょうと言って横のつながり広げた。その農協がたとえ農業予算が100兆円ついたとしても他の分野に心配不安があるんだったらやっぱり TPP 反対し続けなきゃいけないですよね、こう言われました。まあその通りだと思います。そういうことをですね、皆さんのお近くの農協にぜひ行ってもらいながらですね、あの来たる、まあ、選挙もそうです、まあ、また自民党から推薦をするという怪しい動きしました。まあ、ちょっと私も残念だなというふうに思いますけど、まあ、あのそういうですね、あの頑張ってる地域の農協にですね、やっぱり皆さんからも応援して声をかけて TPP 断固反対の旗を掲げ、まあ、下ろしたとしてももう一回上げろということをぜひお願いしたいなということを、まあ、あの挨拶変えたいと思います。まあ、昨年羊年でしたけども、安倍首相は眠った羊を起こしたと、今年は悪性猿年ということで1年間頑張りたいと思います。頑張りましょう。ありがとうございます。そうですよね、地方の環境はもうまだまだやるぞって言ってるのを私何人も聞いてますので、やるんだと思います。で、中央はどうなのかちょっとわからないんですけど、でもね、皆さんに一つお願いしたいのは、先ほども言ってますけど、国会議員の先生どう思ってるんでしょうっていうね、ちゃんと条文読みましたかって聞いてほしいんですね、自分の国会議員に対して。で、それで農協ね、地域の農協の人にあなたちゃんと、大丈夫と言ってる、もし言ってたらですけど、言ってますけど条文読んだんですかというのを聞いてもらいたいです。で、多分今帰ってくるのは、いや訳がないから読んでないよっていうことだと思うんですけど、あ、そうですか、じゃあ訳が出たら読むんですねというふうに聞いてもらいたいです。そして訳が出たら読みましたかと、しつこく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 聞いてもらいたいです。はい、それではですね、私も一言言いたいっていう方、1分スピーチをやりたいと思いますので、こちらの方に集まっていただければと思います。では、鈴木さんですけどどうぞお願いします。皆さんこんばんは。私も先ほどの TPP って何っていう Facebook のグループに入らせてもらってます。ただ私そんな難しいことを言うのせいの、まあ、気持ちとして、TPP ですね、すごく問題、私でもこの TPP はなんかやばいぞと分かるようなもので、実際アンケート等でも、多くの国民の方がずっと分からない分からないと、もしくは反対だと多くの方が言ってきたのに、なんでここまでずるずると来てしまったかというところで、やっぱりこういう大きな権力で進められているものを対抗するには、やっぱり国民の一人一人みんながですね、それぞれ、自分のこととして考えて、分からないなら分からないと自信を持って言うことが大切だと思ってるんですが、今国民の人みんな自分に自信がないのかな、もっと自信を持って、自信を持てないことが、こういうことがですね、勝手に進んでいるものに声を上げられない、現況なのかなと思っているので、分からないなら分からないっていうことを自信を持って、言えるように、皆さんも周りの方にはそれ一人のこの国に生きている一員ですから、皆さんお友達等にそういうふうに言ってもらえればなと思います。ありがとうございます。はい、じゃあその次、自己紹介もちょっとお願いしますね。鎌田と言います。私は子育てでも仕事でおやつを出す時も生協とかでね、なるべく国産のもの、着色料、保存料のないものを選びながら育ててきました。本当に少しぐらい高くたってね、やっぱりそれが安心です。子供たちが後々大きくなっても自分、私の子供とても丈夫です、お二人とも。ですからね、やっぱりそういう輸入物っては何が入ってるか分かりません。
前に子育ての頃に、オーストラリアから輸入されるブロッコリーが害虫退治のため途中にね、途中で生産ガスが突きつけられるってなんか新聞出てたんですね。そんなことも見ましたし、なんかいろんな食品がね、どういう形で輸入されるかわからないような、最近もそういうのありましたよね。中国のチキンナゲットって言われてますけど、あれの親会社はアメリカです。アメリカの食肉産業が60箇所も世界に工場を持ってて、その一つの会社だ、工場だっていうことです。ですからね、食がもうグローバル化なんて言って一つのそういう会社とかいろいろ逃げられてしまったら、私たち庶民の暮らしとか安心とか安全とかね、健康は本当に損なわれてしまうと思います。で、私最近驚いたのは、いろいろ新聞とかいろんな文書見ながらいろいろ知ろうとしてるんですけども、これは日刊現代です。堤美香さんがさっきも、ね、皆さんおっしゃってると思いますけども、TPP の日本語訳がないってことですね。全文もう日本語で翻訳すべきだって言うべきなのに、政府はそれを言わないで、中身を国民に知られると困るから、生産者に知られると困るからということで、外務省が訳したほんの6分の1の文書しか出してないってことです。ですからこれ内容、食物の安全とか国産品がなくなるとか、食物自給率が 13% まで下がるとか、そういうことだけじゃなくて、もう本当に医薬の分野とかね、私たちが治療を受けるのに本当に盲腸にアメリカみたいに200万も手術にかかるとかね、あれですね、いろいろ薬ですね、タミフルが1以上7万円もするとかですね、そういう状態の中に置かれてしまうとかね、そういうことちょっと堤美香さんがこれ日刊現代ですけども紹介してたのと、あと直接 TPP の交渉会場のアトランタに行かれて、つぶさに見てきた須藤さんって方の記事も見ました。私は本当にね、一番やっぱり心配なのは、いくらお金があったって食料、水、空気がなかったら人間は生きられません。誰がそんなにお金を必要としてるんでしょうか。私たち庶民のそう命を奪わないでください。で、菅原文太さんが、沖縄知事選の県知事選の応援演説で、これは遺言となってしまいましたけども、国が国民を守るということは絶対に戦争をしないこと、それから国民を飢えさせないこと、この2つだっておっしゃってました。これは本当にそうだと思います。単純な私でもとてもよく胸に刻んでいます。皆さんで本当にこういうことを知らせながら、もっともっと多くの、ね、声を上げていきましょう。ありがとうございます。本当に、ね、知ることが一番の、防衛策、残念ながらになってます。国は守ってくれないのかもしれません。で、次の方、沢大志さん、ね、はい、チャブ台ミーティングの沢大志さん、よろしくお願いします。今度ぜひ呼びかけ人になってください。沢大志と申します。チャブ TPP 反対路上で112回ミーティングやってます。で、透明性のことについて1分ぐらいで話してやっています。これが非常にやばい。というのは、ISDS の前の段階で何が起きるかというと、私、訳したもの、スマートフォン版もありますので、TPP って何からたどればで言います。どういうことかというと、規則、法律とか規則を新たに変更したり作るときに、必ず公開する。ホームページに公開するとかですね。で、公開したらば、60日、コメント受付期間を必ず設けなきゃいけないとか書いてるんですよ。62、いろいろそれで公開して、さらに何があるかというと、利害を損なうような外国企業に日本政府は通知しなきゃいけません。わざわざ詳しい理由と文書を示して、さらに外国政府にも、通知しなきゃいけないと。それだけじゃなくて、もっと論外なのは、アピールする。つまり利害関係の企業とか国が日本政府の新しい規則に不満があったら必ず聞かなきゃいけないんですよ。しかもそれを決めた根拠をきちっと日本政府は文書で示して、文句言われたらそれをきっちり聞いてあげてやり取りしなきゃいけない。そういうのは今までないことです。あらゆる規則がその対象になるんですね。これは大変な事態なんですよ。それでまとまらなければどうなるかというと、すいません、長いですかね、多国間協議に多分行きます。つまり国内のそういう手続きの上にまたあって、多国間の手続きがあって、その最後に ISDS が来る。つまり透明性の規定だけでも ISDS の以前に論外な事態が生じて、日本の国が安全を守るための規則とかやりにくくなるのはまず間違いないということを強調させていただきます。ちょっとまた、文章公開してますので読んでください。すいません、なくなって。はい、ありがとうございます。
もうね、本当に噂話とかじゃなくって、ちゃんと自分で協定文を読むと、そういうことが書いてあるっていうことなんですね。はい、ありがとうございました。そしたら、もう、そろそろもう予告の時間となりましたので、名残惜しい気持ちもしますが、坂口さんに締めの挨拶をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。どうも、2016年最初の、ストップ TPP 官邸前アクションご参加本当にご苦労様でした。そしてありがとうございました。私はですね、本当に2016年というのはどっちに転んでも TPP はケリがつく年なんですよ。なので、これをですね、本当にみんなの気持ちがああよかったなっていうふうに言えるような結果に持っていきたい。そのためにまだまだこれからいろいろ手続きありますので、それに向けてですね、一つ一つ、みんなで運動していきたいなというふうに思います。で、そこで活力を養うためにも必要なのは、時々こうやって集まるということと同時に、今司会の、よしこさんからも言われてますけれども、実際にどういうこと書いてあるんじゃいということをきちんとやっぱり見る機会が結構今ネットの中にありますので、政府のだけ読んでると洗脳されなく勝てないので政府のいろんな情報に対してコメントしている批判的なコメントも含めてですね、情報を得るということがすごく大事だというふうに思います。政府のだけ読んでると本当にいいことばっかり書いてます。本当に多少まあこういう問題もあるけれどということはないわけではありませんけれども、大きく見ると本当にね、あ、これいいんじゃないかいっていうふうに 思っちゃうようなことしか書いてません。ですからそれだけ見ないでね、いろいろな情報を得て、それで、活力も養いながらこの、TPP をストップすると、この年にしたいというふうに思います。このいろいろな行動が提起されます。この官邸前アクションについては毎月ですね、第1火曜日の6時から、2月はまあ寒いかもしれませんから1時間にずるかもしれないですけど、第1火曜日、またやりますので、その時にはまた新しい情報が皆さんにもお伝えできると思います。こういうのも利用していただいて、運動を大いに盛り上げることでお互いに頑張り合いたいということをお願いもし、誓い合って今日の行動を終わりたいと思います。どうも今日はありがとうございました。気をつけて、今日はあまり寒くないとはいえ寒いですから、お気をつけてお帰りください。